奈良戦に奈良戦に明治二十五年五月四日は、香川県出身の老農、農業指導者。明治農法を確立した、明治の三老農の一人として知られる。1822年、佐抜国三機軍、池戸村の農家、奈良斎蔵の長男として生まれる。幼少の頃から、農を持って国を起こすという大使を抱き、わずか八歳で運搬用の猫車を発明するなど、農機具の考案。 さらには、稲の品種改良など農業全般にわたる実地指導者として活躍した。1883年、60歳を過ぎて、決意を新たに上京。以来、東京、千葉、茨城の各地で農業技術の研究を行うとともに、指導者としても活躍した。1890年、秋田県仙北郡下立村に農業指導者として招聘された。 花立村に移住し、豪農、佐々木大門家に滞在しながら、働かなければ、生活はできないという勤労の気風を植え付け、うさぎの生産、養産、馬産を、奨励、さらに納豆、豆腐の製法も教え、関連での馬行も、指導、着々と成果を上げた。また、数々の農賞を表した。高知整理も、奈良の指導で、戦国軍内で最初に行われ、 今日の農業の礎を築いた。1892年5月4日、秋田県南秋田郡川尻村で肺炎のため、死亡した。1924年、15位を追増された。田尻左辺、蔵衣所見伝蔵法番上特使蔵衣年表 P53。ありがとうございます。